マイナチです。今日はですね、まだ世間では知られてないブランド紹介です。おすすめブランド紹介していきます、はい、今からね、まあ、うちのお店のコンセプトというか、まあ、うちのお店自体が基本的に国内ではうちしか扱ってないようなブランドを海外から結構引っ張ってくるんですよ、うん、なんでいろんなブランドはディグし続けてるんですよね、はい、そんな中でおすすめのブランドをご紹介していきますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでおすすめブランド紹介なんですけども、まずこちらです、はい、シーヨというブランドになるんですが、こちらパリ出身のデザイナーが2022年にソウルでスタートしたブランドになってます。でコンセプトに関しては、服を作る上での私的アイデアを壊すことを目的としたアバンギャルドな精神を持つユニセックスブランドということですね。その名の通り一風変わったデザインだったりパターンが非常に多いブランドとなってまして、はい、まあ、テックっぽい要素もあるし、これコレクションブランドのようなこう奇抜なデザインもあると、ね、まあ、見応えのあるラインナップが揃っているブランドです、はい、でこのシーヨの名前が一気に世の中に世界に広まったきっかけがですね、去年ケンドリック・ラマーが来日した際に2号さんの元を訪れたんですよね。そうそうそう、その時のこの1枚が話題になったんですよ。この写真自体めっちゃ話題になったですもんね、うん、そうそうそう。でここでケンドリックが履いてる靴はどこのやつなんだということになりまして、うん、そのブランドが判明した結果がCEOのものを履いてたということなんですよ、はい、そうです。で、まあ、これがきっかけにCEOが一気に世界に広まったという方ですね、うん、まあ、このボリューミーなシルエットとあのバギーパンツとの相性が非常に良 いです、ね、まあ、一足なんですけども、まあ、あのケンドリックが私服で着用している上にさらに2号さんと写ってる写真で履いてるとなれば、まあ、それは世間も騒ぐだろうということなんですが、 その結果ドーバーですね、海外のドーバーでの独占販売が決まったりとか、ファッション業界でも重宝されることになります。すごいですよ、ドーバーで独占販売って結構すごいですよね、うん、結構すごいよ、ね、特にデザイナーさんがパリ出身ということもあって、ヨーロッパではふつふつと人気が出てきてるみたいなんですよね、はい、じゃあなんでそんな細かい情報を僕たちが知ってるのかと言いますと、はい、CEOの取り扱い決まりました。日本国内初でございます、はい、実はあのケンドリックの写真が出た時にこちらからオファーかけてたんですよ。うちで取り扱いさせてくれませんか、はい、とオファーしたんですけども、ドーバーでの独占販売が決まったから無理だということを言われたんですよね、はい、ただ実は靴だけじゃなくてアパレルラインもあるよということでご提案していただいたんですが、うん、ちょっと値段的に高いから折り合いがつかないと、うちで販売するにはちょっと難しいかもというので流れてたんですよ。しばらく連絡取ってなかったんですよ。そしたら急に最近ですね、はい、CEO 側からぜひプラグさんでこのパンツを置いてくれないかということで送られてきた写真がこちらやったんですよね。かっこいいっすよね、うん、めちゃくちゃかっこいいよ、ね、ただ最初この写真送られてきた時にかっこいいけど値段的にやっぱり厳しいんだというふうに伝えたんですよ ね、 そしたらまあいろんなこういろいろ優遇してくださいまして、うちのプラグの客層の方々も買いやすい価格帯で販売することが決まったんですよ。こんな優遇だって今までなくないですか、うん、なかった ね、なかなかなかったんですけど、 CEO さん側からの熱望でぜひプラグでもううちは売ってほしいんだというお声をいただいて、はい、でそこまで優遇してくださるんだったらもうぜひうちで販売させてくださいということで、はい、販売決まりました、はい、これをほんま楽しみにしておいてほしいのよね。来週ぐらいかな、うん、来週ぐらいかな。実際これ CEO のオンラインサイトでは、まあ、海外なんですけどね、はい、5万7000円ぐらいです、日本円にすると、はい、ただうちのお店で販売する際は4万前後、まあ、3万後半ぐらい、3万後半ぐらい、うん、3万後半、税込み 36% ぐらいから39%ぐらいの間かな、うん、39% ぐらいでできそうなんで、これはもうめちゃめちゃ熱いでしょ、うん、めちゃめちゃ熱いよめちゃめちゃ熱いでしょ、うん、ほんまに楽しみにしてほしい、うん、まあ、実際にこの CEO のパンツをうちのお店結構海外からもよくお客さん来られるんですけど、スイスの人とかフランスの人とかがうちのお店にCEOのパンツ扱ってるって聞いたけどどこにあんのみたいなのをほんまにそう問い合わせてくるぐらいね、びっくりしましたね。ただCEOまだちょっと置いてなくて、だってあの時まだだって SNS でも一切告知してないですからね、一切告知、これが初出しですもんね。そう、これが初出しなん、この YouTube がどっからその情報を得たんかは知らんけど、CEO側に多分海外の人が問い合わせて日本でみたいな、日本だったらここ置いてるよみたいなんで言ってくれてるんやと思うんやけど、なるほどね、うん、いやほんまこれから楽しみなブランドなんで、まあ、靴もおいおい置けたらね、靴もね、いいですね、おいおい置けたらね、頑張ります、うん。
次ですね、はい、ロサンゼルス初のストリートブランドエターナルラブになってます。まあ、ブランドのコンセプトに関してはユニークな柄だったりウォッシュ加工、あと高品質な洋服を若者のためにできるだけ手頃な価格で提供するというようなブランドになってまして、うん、まあ、一度作ったものをウォッシュ加工とかを用いて次の作品として昇華すると。だからそれらに全く同じものはなく個性的なものを作り続けますということなんですよね。はい、まあ、バギーデニムが強いブランドでして、まあ、コンセプトにもあったの個性的なウォッシュとかあとペイントを使っていろんなデザインで出しております。はい、CEO みたいにケンドリックが来たみたいなそういうものはないんですが、うん、まあ、多くの若者に今好まれているブランドになってます。そうですね。まあ、特にこのペイントバギーデニムが、はい、めちゃくちゃ売れてるようですね。はい、でこれ一点一点手作業でペイント加工をしてるんですけどサンキュッパとかで買えるんですよ。なるほど。でこのペイント加工をする前の母体のデニムに関してはこのヴィンテージウォッシュのバギーデニムの方ね、うん、これにペイントをして、この白の方になってると、うんうん、ペイントする前のやつは2万円台で販売されてたんですけどね。だからそのさっきも言ったように1回出した作品にペイントとかを施して消化して販売するというようなブランドになってます。はい、でなんでこんなにエターナルラブに詳しいのかと言いますと実はしれっと取り扱いが始まっております。、はい、このプラグでですね。そうなんですよね。はい、国内初の取り扱い店舗として始まっております。で先行販売分としてこのペイントデニムの方を販売したんですけどもあの YouTube で紹介するまでもなく完売したんですよね。早かったね。めちゃめちゃ早かった、ね、速攻完売した上に再販してくださいっていう問い合わせがもう来続けてんのよ。マジでリアルに50件ぐらい多分来てた、うん、50件ぐらい来てて、うん、ほんまにすごいから、うん、めちゃくちゃ来てんのよね。完売後もずっと来てて、うん、DM もメールもオンラインサイト経由でもいろいろね、いろんな形で来てて1ヶ月ぐらいずっと来てるんやけど、はい、ただこれ、今月末あたりですね他のアイテムと合わせてまた入ってくる予定なんですよ。入ってきますよ。その時またね YouTube 撮りますんで再販の方と、はい、あと新作のデザインの方も発売をお楽しみにお待ちください。はい、ということで今回はおすすめブランドに2つご紹介させていただいたんですけども、はい、うちのお店で販売するブランドということでねなんか捨て間みたいな見え方するかもしれない。ちょっと茶番っぽく見えた。ちょっと茶番っぽく見えたかもしれんけど、はい、まあまあ僕たちのやり方でね。でもなんかコメント欄であったっすね、今後発売するなんかアイテムとかまとめて紹介してほしいですみたいなのあったから、うん、そう、そんなんがあったから、まあ、新たな切り口として、うん、新たな切り口としてね。、うん、なんか最初からさうちで取り扱いますっていうブランドよりもこういう切り口の方が皆さんの耳に届きやすいでしょ、うん、はい、いうふうに考えた上での代表だったんですけども、はい、どうですか皆さん、はい、どうですか。もう、まあ、ブランド自体ほんまに間違いないブランドやし、うん、実際エターナルラブに関してはほんまに速攻完売したよな。俺らもちょっと予想外の売り行きやってんな。ほんまにびっくりした、うん、でこんな問い合わせ来続けるとも思ってなかった、うん、どこまで売れるんかなと思って、そうある程度数は入れてたんやけど、うん、ほんま速攻完売秒殺やったよ。ほんま早かった、めちゃくちゃ早かった。みんなそんな欲しかったなみたいな。こういうの求めてたんやっていうのを改めてね、うん、で、まあ、この反響もあったからインスタ広告もこのパンツで出したんよ。これってめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ問い合わせ来るしめちゃくちゃフォロワーも増えていって再販分もある程度数入れてるんやけど、そうもっと入れといてもよかったんじゃない。100本ぐらい入れててもよかったんじゃない。全然いけると思う。数十本入れてるんやけど、うん、エターナルラブも楽しみにしておいてほしいし、あとこの C よね、はい、C ほんままさかうちでなこの価格帯で販売させていただけることになると。ありえへん、ありえへんことやからね。めちゃめちゃ熱望されてるから、うん、どうしてもみたいな、うん、まあありがたいね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、海外でふつふつと人気が出てるけど日本でうちしか買えないブランドとかも今後はい、どんどん仕入れていくしどんどん紹介していくから、はい、まあ、この YouTube でも楽しみにしておいてほしいし購入された方はね手に届くのを楽しみにしておいてほしい。そうですね。まあ、あとちょっと話変わりまして、10月17日に、開催したプラグ3周年イベントプラガイズにお越しいただいた皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。初めてですからねプラグオープンしてから、うん、皆さんと乾杯できるような機会、はい、顔合わせて喋れるような機会というのがなかなかなかったんですけども、総勢260名の方にお越しいただきまして、平日だったんですけど、うん、まあすごい来たということでね、はい、クラブの方からもまあこんなに、まあ、普段大体平日100人、うん、100何十人とかしかもあれですよね、うん、インバウンドがめっちゃ多いクラブですもんね。そうそんな中でその日はインバウンドが少なかったらしい、うん、少なくて、ね、日本人の方も皆さんうちきっかけで来ていただいた方がすごい多かったんで、ほんまにね、ありがとうございました。もうただただそれだけです。もうこれからもねこういうイベント開催できるように僕たちも頑張っていきますんで、はい、まあ、応援していただけるように僕たちは頑張ります。はい、引き続きプラグも僕たちのこの YouTube の方もよろしくお願いします。お願いします。ということで今日の動画ありますんでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と Nボタンよろしくお願いします。